はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、東北地方丸一をお送りします。で、ここからね、東北地方がスタートして、まず1本目です。で、今回は都道府県は取り上げずに、ポイントとして全部で8問穴埋めがあります。なのでね、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、こう地図使いながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ東北地方ね、ここ始まります。で、前回やってた関東地方はこの下にある。で、ここにまあ栃木と、まあ、群馬と茨城かなが、まあ、見えてますけど、まあそうつながってると。で、まず山脈、山地、高地、3つやってきます。で、東北地方、まずね、絶対覚えなきゃいけない山脈が、中央にホニャララ山脈っていうのが走ってます。で、これは漢字でね、奥の羽と書いて奥羽山脈って言います。奥羽山脈で、これはね、もうほんとど真ん中にここに走ってる。こうやって、こうやって、こんな感じ。これが奥羽山脈です。で、その西側です、つまり左側ね、西側にホニャララ山地、こっちは出る羽の産地、出羽産地です。それがこの辺にある出羽産地。で、東側、今度右ね、にはホニャララ高地です。これが北上高地っていうのがあります。これはまあこの辺にあります、北上高地ね。まずこの3つをね、押さえておきましょう。いや、奥羽山脈、出羽産地、北上高地です。で、次は天気いきます。で、ここでは日本海側、つまり左側ね、こっち側と太平洋側に分けて覚えてください。で、まず日本海側です、こっち側から。で、ここの天気の特徴は、まず夏です。夏は晴天の日が多い。で、気温も高くなります。けれど、冬になると北西のホニャララ風とホニャララ海流の影響で多くの雪が降ります。まあ、基本的に日本海側はね、冬に雪が降るというイメージでいいんですが、何の影響か。まず、北西の、まあ、よく出てくるね、季節風です。ね、北西の季節風。で、もう一個、海流です。対馬海流。まあ、海流やりましたね、以前ね。この対馬海流、この影響で多くの雪が降るというのを覚えておいてください。で、次、太平洋側、こっち側ね、東側行きます、こっち側は冬の積雪量、つまり雪ね、はそんなに多くないです。もちろんこっちと比べると多くないと。が、夏になると今度寒流、まあ、冷たいね、寒い流れと書きますけど、寒流のほにゃららの影響を受けます。こっちは対馬海流です。いい？で、こっち何かっていうと、言い方2つあるんでね、まあ、どちらかでもいいし、できれば両方覚えてください。まあね、両方以前ともやりましたが、まず親潮です。で、もう一個の言い方が千島海流ね、が親潮、まあ括弧千島海流で、これの影響を受けて冷たく湿った北東の風が吹きます。で、それで、それだけじゃないんだけど、それを中心の影響を受けて稲作なんかの農業に被害を及ぼす何害がもたらします。で、何かって、まず害からいこうか。これ冷たい害と書いて冷害です。温度が低くなっちゃって稲とかが取れなくなるっていう冷害で、この東北地方のこっち側に吹くこの風といったら山瀬って言います。これ風の名前ね。で、それが吹いて、まあ、稲作なんかのね、農業に被害を及ぼすと、ちょっと噛みましたね、及ぼすということが起きるので、覚えておいてください。では、今回は社会の地理、東北地方丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から都道府県を取り上げていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。